スカイトライアルの枠です。私が今一番頑張っていることというのは、益子のコスモス祭りのフライトのために筋トレをやっていることです。益子スタイル、益子スタイル。76.4 Smooth Sounds マシコスタイル。マシコトーク。福島美咲がレディオベリービーヒルズスタジオから生放送でお送りしているマシコスタイル、続いてのコーナーはマシコトークです。今回は10月13日土曜日から益子町生為地区で開催されるコスモス祭りの見どころの一つ、コスモス畑の上空を飛ぶモーターパラグライダー。今回はモーターパラグライダーがどのようなものなのか教えていただこうと思い、今年のコスモス祭りでモーターパラグライダーを行う益子町役場の枠つとむさんの練習にご一緒させていただきました。そして実際にパラグライダーを使い、私の背丈ほどの高さを浮遊する体験をさせていただきました。私が体験している時、一緒に取材に同行していた黒助さんが伝えてくれています。それではその模様をお聞きください。毎回益子町で活躍する人を通して益子町のさらなる魅力に迫る益子トーク。今回は毎年10月中旬から益子町で開催しているコスモス祭りについてです。昨年見に行ってきたよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのコスモス祭りにはコスモス以外にも見応えのあるものがあるんです。それはコスモス畑の上空を飛ぶモーターパラグライダーです。今回は益子町役場の枠つとむさんにお話を伺いたいと思います。枠さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。枠さんは昨年コスモス祭りでコスモス畑の上空飛んだんですよね。飛びました。スカイトライアルっていうあのスクールに今私いるんですけども、はい、そこのメンバーの7、8人とそれから校長と、協力いただいて、はい、みんなで上を飛びました。どうでしたか。私にとってはですね、やっぱ地元であるし、うん、いろんな方々がこう苦労しながら種まきから、綺麗な花まで育てていたところなので、うん、その上をこう実際飛べてですね、すごく感動しました。そして枠さん、今年も実際に飛ぶんですよね。飛びます。はい、これやっぱり塚部校長 の、 あの協力ないとできないことなんですが、また今年もやっていただけるということなので、また飛べます。はい、はい、で実際スカイトライアルというモーターパラグライダーのスクールにやってきました。今回はここの校長である塚部昭一さんがモーターパラグライダーについて教えてくれますので、いろいろと聞いてみてください。はい、では早速塚部さんにお話を伺いたいと思います。塚部さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今私たちは中川の河川敷モーターパラエリアにやってきました。はい、で塚部さん、早速なんですけども、モーターパラグライダーというのはどのようなものなのか教えてください。そうですね、皆さんご存知な山から飛んでいるピュアパラグライダーというものに、背中にエンジンをつけて平地から飛ぶというフランス発祥の、乗り物なんです。普段見ているピュアパラグライダーは確かにあの自分の足で走っていって風の力を使って飛ぶっていうのが、そうです、山からね、はいはい、でそれとは違ってモーターを背負うんですか。そうなんです。重さも18キロから35キロぐらいまで、いろいろありますけれど、体重に合わせたり、一人乗りや二人乗り用と分かれたりして、いろんな種類のエンジンがありまして、そうなんです。それを背負って平地から飛べるというのがこの特徴です。で目の前で先ほども飛んでる方いて、楽しそうだなと思ったんですけど。いやもうこれがね、はい、楽しくないわけがない。あ、そうですね、はい、もう最高ですよ。じゃあ福島さん、はい、せっかくエリアに来られてるので、はい、私と一緒に二人乗りやってみます、はい、と言いたいんですけれど、はい、誠に申し訳ない。ただいま風がですね、4メートル以上吹いてて、はい、荒れ気味なんですね。あ、で今の状態ではモーターパラグライダーのフライトが厳しいので、はい、パラグライダーを立ち上げて、はい、空気で膨らませるとですね、真上に上がってくるんですけど、はい、あと私が背中をエンジンの代わりに私が一人で押してあげます。おー、
そうすると地上50センチぐらい浮きますので、浮かせてみようかなと。まずそれをやっていきたいと思います。わかりました。はい、乗る前にコツとかってありますか？これはですね、まず右と左を絶対に間違えないことですね。右引いて左引いて、これを絶対に間違えないこと、これが一つ。もう一つはですね、しっかり走り切ると。あ、浮くまで走ると。浮くまで走る、それが2番目に大事なことです、はい。まあ、この2つ守ってくれれば、はい、浮遊体験ができると思います。わかりました。じゃあよろしくお願いします。やってみましょう。さあ、ここで黒助がお伝えします。いい風が吹いてきました。青いヘルメットにハーネスと呼ばれる椅子のついたリュックサックのようなものを背負ってですね、そこにカラフルな紐が何本もついています。その先には横幅8メーターくらいのキャノピーと呼ばれる風を受ける部分、これが紐につながれています。今から走って美咲ちゃんは空を飛ぼうとしているところです。さあ、美咲ちゃん走り始めた。キャノピーが大きく風を受けて頭上高く上がってきた。美咲ちゃんが走る走る走る、浮いてきたぞ。浮いた浮いた浮いた飛んでるよ。おお、150メーターぐらい今飛んで上に来ました。おっと、着地。はい、お疲れ様でした。福島さん、いかがでしたか？すっごい気持ちよかったです。でしょ、はい。もう皆さんそう言っていただけるのが、うん、実は僕のエネルギーなんですよね。あ、そうなんですね。はい、わあ、もう一回飛びたくなりました。はい、喜んでいただいて何よりでございます。やっぱり季節ごと、うん、時間ごとに同じ日でもですね、表情が違うんですよ。風景というのは、これを鳥の目線で見ていくっていうのが、うん、普通ではできないことなので、うん、その辺が魅力かなと思います。ちょっと私も今日この飛んでみた景色は忘れられないなって思いました。田んぼの緑一面、うん、これが綺麗ですよね。綺麗でした。そしてモーターパラグライダーで実際に益子町のコスモス畑の上空を今年も飛ぶんですよね、うん、はい、飛びます。はい、なぜ益子町のコスモス畑上空を飛ぼうって思われたんですか？綺麗な一面の花畑の上を飛ぶというのはですね、一つの夢に近いものはあるんですよね。めったにね、花畑のでかい花畑の上は飛べるもんじゃないです。それが迷惑にならないように堂々と飛べるというのは、うん、コスモス祭りがあってこそなんですよね。うん、10月13日からコスモス祭りが始まるわけですけども、はい、私たちはその次の週20日の日に、飛びに行きますので、はい、ぜひ皆さん、20日に限らずですが、コスモス祭りぜひ遊びに来てください。はい、今回の益子トークは10月中旬から益子町で開催するコスモス祭りの見どころの一つ、モーターパラグライダーについてお話を伺いました。益子町役場ワックさん、スカイトライアル校長塚部さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。風になろう、すれ違う鳥たちにはハローハロー、雲たちと共に歌を歌おう、そのまま感じるまま流れよ、不安と恐れの中でも力いっぱい叫んだり、悲しみ隠して笑ったり、少しの幸せ重ねてん時に涙と雨の傘になってん、いくつも夜越えて朝になってん、僕にはいらないの飾りなんて忘れないで、あの景色を思い出してもう一腰上げて扉開けて自分色のキャンバスを手にしよう、yeah、忘れないでこの空を、oh, oh、 明日へマイベストの風と、oh, oh。
10月13日土曜日から益子町生留地区で開催されるコスモス祭り。そのコスモス祭りの見どころの一つ、コスモス畑の上空を飛ぶモーターパラグライダーについてお話を伺ってきました。今回私は風の影響でモーターパラグライダーの体験できなかったんですけども、河川敷の斜面を使い、私の背丈ほどの高さをピュアパラグライダーで浮遊することができました。初体験でドキドキしたんですけども、とっても楽しかったです。今度はモーターパラグライダーに挑戦してみたいなと思いました。コスモス祭り開催中の10月20日土曜日には、お話を伺った塚部さんと枠さんがコスモス畑上空を飛ぶ予定になっています。その時はなんとお菓子や人形を上空から巻き、見に来てくれた方にプレゼントするとのことです。とっても楽しそうですよね。皆さんぜひご家族、恋人、お友達とコスモス祭りお越しください。お送りした曲はシーモで空でした。スカイトライアルの塚部翔一です。私が今一番頑張っていることは、写真集を作るためにいい写真をいっぱい撮ること、それも空の上から。頑張るぞ、マシコスタイル。マシコスタイル。